ウィンディ .com はインタラクティブなリアルタイム天気予報サービスを世界中に提供するチェコの企業。2014年、チェコのポータルサイト、セズナムを開設した企業家イボルカチョビッチによって設立された。ルカチョビッチは趣味であるスノーカイトやカイトサーフィンに没頭しており、ヘリや飛行機の操縦士が風や波の状態を メートルから収集している過程を観察したことがきっかけとなり、プログラミングが得意であったルカチョビッチは2014年に使用版の立ち上げを行っている。メテオブルーで地図上に表示される詳細な気圧配置や気象に関する各種グラフ、キャメロン・ベッカリオのオープンプロジェクトであったアースに誘発され、アースのソースコードを自身で書き直し実装している。 またメテオブルートも一部利用に関する契約を結んでいる。現在使用されている気象予報データはアメリカ国立気象局が使用するコンピューター解析システムグローバルフォーキャストシステム GFS ヨーロッパ中期予報センターが公表する気象データバーゼル大学とアメリカ海洋大気庁 国立環境予報センターが共同で設立したスイスの気象予報に関する民間企業メティオブルーが公表したデータをもとに制作が行われている。設立当初、風の動きを示すアニメーションのみに重点を置いていたが、現在では温度、湿度、気圧、運転、海水温や波の高さなどの他に様々なパラメータが備わる追加パネルが実装されている。 風の動きを示すアニメーションは、キャメロン・ベッカリオが作成したオープンソースアースウィンドマップをもとに表示が行われている。ありがとうございます。